昨日はドジャースの大谷翔平選手が話題になりました。といっても、韓国で始まった開幕戦のことではなくて、彼の通訳だった水原一平さんが違法な賭博にお金を出したということで、ドジャースから解雇されたというニュースが流れたわけですね。 そして、その後、大谷さんの顧問弁護士が、水原さんを、窃盗の容疑で告訴する、ということが報道されました。で、この話は、当初は、水原さんが、あまあ、450万ドルと、日本円で言うと6億8千万円ぐらいですね。非常に巨額の借金を、 その賭博業者にブックメーカーに対して抱えていてでその借金を大谷さんに相談したら大谷さんがその借金を全部自分が肩代わりしてやるからもう二度とワクチンはするなというふうに言われてで大谷さんが自分の PC からそのブックメーカーにお金を送金したと。 いう話だったんですね。ところが、その後出た、その、告訴状では、水原さんが大谷さんのお金を盗んだという窃盗の容疑で告訴されてるんですね。そして、水原さんもその窃盗の容疑を認めたんです。で、大谷さんもそういう自分は窃盗の被害者であるというふうに、 休日をひるがえしたんですね当初は借金の肩代わりという話だったんだけども、それが告訴上では水原さんが窃盗の加害者で、大谷さんが被害者だという話になったんですね。でこれ話が色々こう混乱してるんで、えー、マスコミの報道も混乱してるんですけども、どうもこの話は その当初の水原さんの話が事実だとすると、顧問弁護士が話を作り変えた可能性があると思うんですね。というのは、当初の事実が、あ当初の話、水原さんの話が事実だとすると、その450万ドルを大谷さんが自分の PC からあのブックメーカーに送金したと。 ということだったわけですね。ところが、この、この業者は、その、野球賭博もやってるんですね。で、この、メジャーリーグの規約で、その、野球賭博の業者に、メジャーリーグの選手が、うんあ、その、賭博をやるということは禁止されていて、最悪の場合は、永久追放もあり得ると。 いう規定があるわけですねで多分その大谷さんの弁護士としてはその送金したと大谷さんが送金したという事実を認めてしまうと永久追放になるというリスクを考えたんだと思うんですあの永久追放になる必ずなるとは書いてないんですよ何らかの処分を受けるというふうに書いてあるんだけども最悪の場合ドジャースをクビになると。 いうリスクを考えたと思うんですね。で、他方、水原さんの方は、その、まあ、最初は、あの、お金を肩代わりして返してもらったっていう話をしてたんだけども、その告訴状が出た後、その告訴を全面的に認めて、自分が盗んだというふうに供述を翻したんですね。で、これはおそらく、大谷さんとその弁護士との間で話ができていて、 要するに、大谷さんが送金したという事実を否定するために、水原さんが大谷さんのお金を盗んで、そのブックメーカーに送金したというストーリーに作り変えた可能性がある。こうすると、水原さんはもちろん、あの、窃盗ですから、犯罪者になるわけですけども、大谷さんは被害者ですから、その、 違法賭博に関与しなかったということになるわけですね。もしこれが事実だとすれば。しかし、これまでの経緯を見ると、水原さんが当初言ってたように、大谷さんが自分の PC で振り込んだという可能性が高いと思われるわけ。それを、じゃあその水原さんがどうやって大谷さんの PC で 450万ドルもの大金を、これはまあ一回では送れませんから何回もその PC を使って、で、パスワードとか、あるいはまあ銀行ですからワンタイムパスワードがその都度必要になりますよね。そういうものを盗んで、で、大谷さんの知らないうちに450万ドルも送金したということを、 法廷で証明しなきゃいけないわけですね。で、まあ当然、大谷さんも証,証言を求められるでしょうから、私はお金を盗まれたんですというふうに証言せざるを得ないと。問題は、その何月何日に何万ドルブックメーカーに送金したというログは全部残ってる。銀行に残ってますから、その日、水原さんが 大谷さんの部屋にいてその送金を実行したってことを証明しなきゃいけないわけですね。本当にそれができるのかもしできなかった場合に大谷さんが法廷で私は被害者ですというふうに証言すると偽証罪に問われる可能性があるわけですね。であの窃盗も犯罪ですけどもアメリカでは偽証罪っていうのは非常に重いんですね。 で、大谷さんが、あの、被害者だっていうことでもし押し通すならば、その偽証を徹底的に続けなきゃいけない。一貫して偽証をしなきゃいけないわけですけども、あの、水原さんはもう過去に、その、自分が大谷さんに肩代わりしてもらったんだって話をして、で、それはもう ESPN とかなんかに証拠が残ってるわけですね。で、その矛盾を追求された時にどうするのか。 もし大谷さんが偽証罪として有罪になった場合に、これはそのメジャーリーグの規定でどうなるのか、この辺はわからないわけですけども、まだ、その、これ、告訴されたばっかりですからね、あの、ま、あの、相互の言い分も食い違ってますから、事実関係ははっきりしないけれども、最悪の場合、大谷さんがドジャースを永久追放されるという可能性は、 ゼロではないという感じがしますね。